グレートクフ、グレートクフも。おはようございます。おはようございます。ちょっと一回飛びましたけど、帰ってきました。まあ私はあれですよ。I'll be back ですか。そうですね。なんかあれですね。バージョンアップしてますね。バージョンアップというかね、たまにこれある。なんですか。ハロウィンに向けてですか。ハロウィンの時もあるし、これは、はい、グレートクフ検査をする。顔出てるんですよ、顔。だから、ちょっと待って、ね。ええ。グレートクフ検査の時は、ええ。こういう感じなんですよ。ああ。よくあの、ムタがこういう感じの来て、ええ、あの、グレートクフ検査って出てきて、あ、クフだ。これもあるからね、クフ、48のクフギャグの一つで隠れて。いや、今もう完全にできたからもらったみたいな。そういう感じなんですよ。これ昔あったの。へぇ。2年前のね。うん。まあ、こういう感じで。かっこいい。でも、浅く後ろ、本当は、うん。本当はこっちなんですよ。あ、何個持ってんの？あ、逆に先か。本当はマント、マントを着てる感じ。ええ。あ、間違えた。どっちの方が後ろ。浅く後ろ間違えた。こうだ。かわいいやつです。浅く後ろは、こっちかもしれない。ええ。なんか、あの、ちょっとね、ちょっとここのピラピラが、ちょっと今ね、俺まくしたと思う。確かに、こっちかもしれないって。確かにこっちですね、どちらかというと。浅く後ろ。ええ。そこそのスタイルでいきましょう。よろしくお願いします。3回ぐらい進化しましたね、今。この場合。まあ、いろいろな着こなし方でね。だから私の衣装ってね、売ってないし、ちっちゃいくせにね、作るとお金がかかる。うん、ね。あの、F からね、ダメって言われたんですよ。うん。君は作れないよって言って。これ。で、何かね、君、今日も。今日は、あの、前回、あの、くくってる話みたいなしたじゃないですか。くくってる？くくってるです。くくってる私じゃないってことです。で、その前に、あの、ちょっと盛り上がりすぎちゃって、ああ、私はコンテンツを意識しすぎたんですよ。あれ、すぐお叱りを受けたんですよ。いや、楽しかったんですけどね。あの、そういう回も大事だと思います。あの、活心の話はやめてくださいって言いました。問題になっちゃうんで。問題だっていう。で、あの、何でしたっけ、その前に話してた、あの、変わらない理由あるじゃないですか。ああ、いえ。そこをちょっと詳しく、あの、うん、聞きたいなっていう。変われない理由の小学生でも分かる話のやつ。うん、そうあれは基本だからね。ベーシックですか。空腹の習慣というかね。空腹の思考というかね。引く、不寄せの法則のね。ええ。基本だからね、みんな。あれ。小学生でも分かっちゃうやつです。あ、もっと分かった。ということで。はい、なぜ変われないのかということですね。うん、今ですね、うん、N 沢に体験してみようかなと思うんですよ。はいはい。N 沢は今なんか、まあ、ペットボトルはない、ね、2つ。コップしかないです。あ、コップある ?2 つある、うん、?2 つ、うん、ちょっと取ってきますよ。コップみたいのでもいいけど、そのくらいの大きさの方がちょっといい。え、マスクはありますよ。マスクはダメだ。マスクダメ。マスクダメ。そういうなんか、あの、コップとかペットボトルみたいな形のやつ。それ何ですか？バドワイザーです。バドワイザーをね、うん、いいね。で、それでしょう。いいんですか？ちょうどそれなんですよ。ちょうどそういうのがあったんですよ。両手持ってますよね。はい。それが N ゾーンですかね。両手塞がっちゃってる。あれ。それが N ゾーンだから変われないんですよ。それ今、バドワイザーと何？すみません、ハイネケンと、コブラ。コブラを持ってるんですよね、ええ。ハイネケンとコブラがもう N 沢なんです、うん。もう N 沢と人間はハイネケンとコブラを持ってる。で、できちゃってるんですか？できちゃってて、うん。あ、だからもう一個、あの、さっきコップがあったよね。あ、コップ、はい、うん。あ、まだダメだ、持ってなくちゃ、ダメだ。コップがあって、N 沢は変わりたくてコップが欲しいのに、うんうん、
コップが手に入らないわけですよ、両手に持って。あ、でもこれただのもので考えれば、うんうん、今そうやって2つ持っちゃダメだから、ね、こうやって、はい、それはルール、ルールですってダメだから、ね、あ、これルールですってダメ、ルール、今1個しか持ってないから、うん、で、だけどこれ性格とかじゃなくて、ただコップが取りたかったらどう進みますか、うん、ます今置いて、うん、新たに手に入れて、置いてコップ、もうこれで変わったわけですよ、うんうん、変わったけど、あ、もっともっとって飲まないんですよ。もっともっと。で、これ人間のその性格とか思考を変えるとするとですね、そのハイネケンが手放さないわけです。あ、これを手放さないでこういっちゃうみたいな。っていうかもう手放せないから身動きは取れない。あ、取れないでしょ。うんうん、確かに、うん。ということなんです。で。うん、さっきのハイネケンもそこに置いて、ハイネケン置いてする、うんうん、あ、置いて、はい、でコップ取って、ハイネケンどこあります、ここにいます、いますよね、うん、じゃあ今度はコブラ置いてハイネケン取って、できますよね、うん、じゃあもう全部置いちゃっていいですよ、そういうことなんですよ、だから選べる状態って何もないその状態にすればいいだけであって、それを置いとけばいいわけでしょ、そこに、うーん、で欲しい時にハイネケン取ればいいんですよ、うんうんうん、で欲しい時にコップ取ればいいんですよ、うん、なのになんか置いとくと取られちゃうのかなくなっちゃうのか、なんかみんな怖がっちゃってですね、ずっとハイネケンとコブラを手で握りしめてる状態、これを握りしめの状態で言います。握りしめ、握りしめの状態で言って、みんな握りしめてるんです。あ、だから、その手放す、だこの前ね、エノザは違う文脈みたいなことで、その、くくるの話をしましたけども、うん、そうなっちゃうんです。手放すのと失うのが同じになっちゃってるんです。ああ、なるほどですね。で、怖いみたいな。だから、あ、もちろんあれですよ、断捨離っつってですね。捨てちまってなくなった方がそれは変わるんですけども、うん、まあそれはいいですよ、なくなっちゃうと嫌だって言われたら、まあ確かにそれもあるかもしれませんってあるけど、そこに置いとくだけでいいんですよっていうことさえできないんですよ、うんうんうん、わかります、うん、でもっと恐ろしいというかですね、ちょっとね、あの私がゴホゴホするときはですね、これ以上言っちゃいけないというね、あの上からの指示が出てるという噂もあります。私は負けないからな、そんなの、うん、で、これ、ありました。あ、で、その一番怖いのはですね、何だと思いますか、その、あの、手放すことが怖いという恐れもあるんですけども、もっと変われない理由で恐ろしいものなんですよ。え、これはあくまでも一つ目の理由なんですね。それはもう、あの、あ、そうかって分かれば、あれじゃないですか。うん、あ、自分が握りしめしてるから、手放して、あ、分かった。握りしめしてるのさえも分かんないみたいな。おお、いいこと言えません。それをジャンクマンというか。ジャンクマン、ジャンクマンというから、今。ジャンクマン状態。今作ってる。今、ウルフに言われた。ジャンクマンモード。それはジャンクマンだと。ジャンクマンは知ってます？あの、無意識に食べ物を食べてしまうみたいな。それは違う意味のジャンクマンです。ジャンクマンというのは筋肉マン出てくるんですよ。え、出てくるんですか？筋肉マン出てきた悪魔6騎士の一超人で、ええ、今も生き残っているというね。初めて聞きました。やつなんですけど、ジャンクマンっていうのは手がね、なんか挟む手じゃないんですよ。指がないんですよ。クワガタみたいな。もう手のこの先っちょにもうあの板みたいのになってて、はい、技もジャンククラッシュって言って、そのただ挟むだけなんですよ。その手のついてる板、あのトゲトゲがついてる板があるんですけど、それで挟んでジャンククラッシュってやるんですよ。カニじゃないですか。カニクワガタみたいな。そうそう、カニのあの板板みたいなやつ。うん。でもそれってジャンクマンはあの手が変わらないじゃないですか。もう手がそれだってことじゃないですか。うん、みたいな感じでみんなそうだと思っちゃってる。だからそのさっきの、うん、ハイネケンとコブラが手みたいになっちゃってる。でも本当はそれ握ってるだけじゃないですか。なのにそれをあの手だと思っちゃってから手放すことができないわけですよ、ジャンクマンみたいな。
でも手放せるんですよ。それはあのずっと持ちすぎちゃってるから、その自分の性格だとかなんか変わらねえとか思ってるかもしれないですけど、手放せるんですね、皆さん、これ。置いとけばいいんです。置いとけばいいし、うん、でも一番いいのは断捨離だ。まあ、断捨離の話はまたあの別の機会にしますけど、一番いい方。手放すのはそうですよ。置いといて、またこう置いて、また選んでこうピッてやるだけです。うん、これすら人はできないというか。なんでなんですか。だから江ノ沢はちょっとキャラを明日一日だけ変えてみてねって言ったって変わらないでしょ。あ、これがあれなんですよ。ハイネケンを置いて、その違う別キャラをただ握る。で、また別キャラを置いて、ハイネケン取れば昨日の自分には別に戻れるわけじゃないですか。うん、でもすげえキャラ変えてみてって言っても、なんかそれ自分じゃねえしってのでできない。あ、これがまさに手放せない、握り締めという状態ですよ。握り締め。難しいですね。これ流行らせていきたいと思ってます。握り締め。これあの3回ぐらい流行らせようと思って1回も流行らなかった。握り締め、なんか握ってる状態よく聞きますけど、握り締めは初めてです。だ、握り締めてる状態。うん。いや、でももう手放せない、もうこれ手放せるもんなくなっちゃうっていう勝手な思い込みなんです。これを、はい、N がなんて言うんだっけ。これジャンクマンですか。じゃあ握り締めでしょそれ。そうだ、握り締めだ。すいません。でもその自分でなんかこうも、なんかこう物だったら分かるじゃないですか、こうやって、うん、これとこれみたいな。あ、そうですよ。だからこれはね、理論物理学じゃないですけど、物で考えたら分かりやすいけど、うん、これはあの見えない世界の精神とか心とかね、そういう性格とか、そういうの考えると、どうやったらあのパッて話せるのってお話じゃないですか。いいところを突っ込まましたね。突っ込まましたね。いや、すごい最近気になるんでしょうね。それはですね、もう、おりゃって魚人、なんとか一本側、一本、あれ、なんて言うの、一本沿いの技。ジンベイのやつですか。ジンベイの技で、ね、何一本沿い。ちょっと分かんないんだけど、それを言いたかったんですよ、皆さん。それあの分かった人のコメントでお願いします。今、ジンベイが投げてるの、ええ、皆さんの頭の中で浮かんでくれたら、私としては、ええ、よかったやつです。よかったやつです。よかったやつ。なんだっけ。まあそういうことなんですよ。だから、オラってやるしかないです。力技なんですか。だもう、だ手放したって言っちゃえばいいんですよ。ああ、でも、そうですよね。それ最近ちょっとこう感じるのがあって、あのこうやってこれもそうですけど、うん、結構こうアポを取ってるじゃないですか、うん、で強制的に人に話すと、なんていうんですか、その時って別にどういうふうに演じてもいいわけじゃないですか。ああ、そうです。ズームで初対面だし、うん、ってなるといろんな方法を考えたりとか、ただ一貫して自分のこう仕事はこうですみたいなことは言ってるんですよね、うん、そしたらなんか強制なのかちょっとよくわかんない依頼が増えてきたりするんで、うん、いや、そういうことですよ。まさにそういうことです。なんかこう結局はアウトプット、うん、アウトプットでもありインプットでもあるし、アウトプットでもあるしインプットでもあるんですよ。いわゆるウーダループですね。ウーダループでもあるしループループでもある。ループループいいっす、うん、ループループこんにちはって。そっか。だからアウトプットしてればインプットされてくるんです、うんうんうん、だからやっぱり吐かないと吸えないという、うん、まあ、今 N 沢がねアウトプットにフォーカスしましたけども、うんうん、それは正解だと私思います。でもよくインプットしたところにアウトプットされないから。あの最近話す人でなんか心理学とか脳科学とかにすごい最近興味があるみたいな人多いじゃないですか、うん、でなんか自己分析じゃなくて自己探求のなんかよくわかんないセミナーみたいなの。困る。困る。困る。もうそれ多分握り締めてる状態でいくからね、変わらないんです。うん。要は結局ね、握り締めをなくさない限り、そんなのいくら言ったらダメだ。みんな。あ、それはめちゃめちゃわかる。ジェームス・スキナーのセミナーに毎年50万払ってるおっさんが変わらない理由はそれだ。そんなおじさん知ってるんですか？そんなおっさんだらけです。あとおばはんいっぱいいるんでね。
確かにそれ変わるんだったら1回行けば変わってるはずだからね。そしたらね、それ以外にそういうもの出ないですよね、逆に。そうなんですよ、うん。なんで毎年行くかっていうと、あれただのリポデーでしかないからね。50万円のリポデーをみんな飲んでて、1週間だけおっしゃやるぞってなると、1ヶ月後にはまた元に戻っててっていう、あの麻薬中毒みたいなことになってたからね、うん、みんな。じゃあ。そんなんじゃないんですよね、皆さん。皆さんが変われない理由は、そんなね、なんか日渡りとかしても変わりませんから、ね。うん。違うんですよね。手放すだけなんです。両手で握りめてるものをそっと前に置いてみて、じっと眺めてみてください。あら不思議、あなたのもう選択は両方こう取れて、ちょっと待ってください。ここに私いますよね。こう来るじゃないですか。でここになんか当たり前の出る。で逃げていくことができるからね、これ。これも実はクッフーの48のクッフーギャグの一つとして候補に上がってる噂あるからね。あ、確かに、でも置いとけば逃げれますね。うん、そういうことで。で、なくなっちゃう場合だってもちろんありますよ、置いとく、うん。うん。それまた手に入ればいいし、実はね、いらなかったりするんだよ。うん。うん、そういうものって。だから置く練習をすればいいんです。手放す練習。もうね、手放す練習だけなの、本当に。だから、これね、ちょっとね、奥義みたいになっちゃうんですけども、私の。うん。うん、これはちょっと言いたくない気持ちが、ちょっと握りしめてますね、私。ちょっと握りしめて、ちょっと後悔するのを後悔しちゃうかもしれないんで、どうしよう。どうしようかな。これどうしようかな。投稿しましょう。これどうしようかな。じゃあ、これはね、一回ちょっとここで前半戦として切ってもらって、実はというか、私の工夫工夫爆風炉話しようかな。了解です。今回は二部制でいきましょう。二部制ちょっとね、皆さんにお伝えするかどうかね、話してもらって。じゃあ一点、一部は。じゃあ、良い子のみんなはここで終わりだからね。アディオス。